はい、どうもチャドチューンチャンネルでございます。今回はですね、Android のスマートフォンやタブレットで使う、内部ストレージ、マイクロ SD カードの話題についてです。はい、今までですね、マイクロ SD カードいろいろご紹介してきましたけれども、128GB のね、サンディスクのマイクロ SD カードなんか、すげー大容量なんだけども、今ね、もう2000円ぐらいで購入できるんですね。非常に安い。なのでね、まあ、動画を中心に撮る方なんかは、まあ、これくらいの容量があるとね、結構ま、長く使えるぐらいの容量になっております。がですね、やっぱりね、僕ら YouTuber ですよ。まあ、YouTube 活動、ほとんどね、毎日いくつかの動画を撮るし、まあ、ロケになったらね、もうほんと一日中撮影しまくってですね、すぐにストレージがパンパンになっちゃうんですね。で、それを解消するすごいマイクロ SD カードが登場しました。それが、こちら、ドドーン。はい。レクサー 512GB、なんだろう、マイクロ SD XC カードでーす。ドーン、すごくないですか。512GB ですよ。はい。先ほどね、お話ししました、サンディスクの 128GB のマイクロ SD カードは、現在、2000円くらいで購入ができるんですけれども、こちらはですね、この 128GB に対して4倍の容量はあるんですけれども、お値段の方は4倍ちょっと超えちゃいます。ちょっとお高いですが、お値段がね、税込みで8999円。これはね、まあ、秋葉原の販売価格、5月26日現在の価格なんですけれども、このね、容量がまあ一応9000円を切る価格で、購入することができます。はい。まあね、これはね、まあ、非常に値段、まあ、この容量では割とお安いんですけれども、まあ、容量あたりのね、パフォーマンス、コスパで言えば、128GB の方が、まあ、軍配が上がるわけなんです。でもね、なぜわざわざ、ちょっと高い 512GB を選んだのかっていうのはね、ちょっと理由があるんですね。というのはね、まあ、128GB のマイクロ SD カードをまあ使っててね、まあ、すぐ容量がまあいっぱいになるわけですよ。まあ、普通の人はなかなかいっぱいになんないけども、まあ、僕らまあこう動画撮影が中心になってる YouTuber はね、まあ、結構、早い段階でね、もうストレージがパンパンになります。特に、最近の方だったら 4K 動画とかで撮影されますよね。はい。まあ、僕はね、720p ぐらいの動画がまあ中心なんだけれども、それでもね、やっぱり、まあ、2ヶ月、3ヶ月ぐらいも撮影すれば、すぐにね、いっぱいになっちゃうんですよ。で、その都度、まあ、データを一回こう、不要な動画をまあ削除したりとか、もしくは新しいマイクロ SD カードに差し替えたりとかっていうことが必要なんですよ。はい。そうなるとどうなるか。ね、やっぱりその、大事な動画をね、まあ、消そうか消さないかっていう、こう、悩むのありますよね。そこでま、消さなきゃいけなかったり、それから新しいカードに変えることによって、過去のね、データを取り出すのがちょっとめんどくさくなる。違うマイクロ SD にあるから、例えば、そうだな、パソコンのところに保存するとか、もしくはその、なんていうの、カードリーダー。あ、最近ね、スマホでも使えるカードリーダーが、まあ、どっかその辺にあるけど、あ、どっか行っちゃった。はい。まあ、挿して、まあ、ここにね、まあ、マイクロ USB 端子を返して、まあ、挿して、まあ、呼び出すということになるわけなんだけども、まあ、この一手間がね、結構面倒だったりするんですよね。その他、曲、BGM。ね。まあ、これなんかを保存するときなんか、マイクロ SD カードをね、もう抜いちゃうと、またね、そこから探し出したり、もしくはね、新規にまたダウンロードしなきゃいけないっていう、こう、一手間がね、かかっちゃうのがなかなか面倒。というわけで、まあ、今回はちょっと清水の舞台から飛び降りたつもりで、この大容量のマイクロ SD カードを買ったわけですよ。はい。まあ、この商品に関する、まあ、詳しい情報はリンクに貼っておきます。楽天市場のね、リンクも貼らさせていただきましたので、興味のある方はチェックしてみてください。はい。まあ、とりあえずね、まあ、今回は、この、512GB のマイクロ SD カードを、このね、スマートフォン、Zenfone Max M2、こちらにね、入れていきたいと思います。はい。で、もうね、編集しないよ、めんどくさいから。このまま取って出しでいく。ごめんね。ちょっと話が長くなっちゃうけど。はい。じゃあまあ、早速このカードちゃんをね、開けていきますね。これね、まぁ、ちょっとどうやってやってんのかな。横に横っちょ、ん？
どうするの？あ、ここから開けてきゃいいのかな。はいはい。ででで、ん？ん？はい。はいはい。怪我しないようにね、カッターでやってるから。はい。これでいいかな。開いた。パカ？はい、取れた。はいはいはい、取れた。危ない危ない危ない。危ない。はい。こんマイクロシティだからね。まあ、こんなちっちゃいわけよ。もう、ダメ？映る？ああ、もうね、光が当たんない。ごめんね。ここまで行くしか行かないの。はい。もうこんなちっちゃい。こんなちっちゃいのにさ、512GB だよ。ねえ、びっくりしない？あのね、自分昔さ、パソコン用のハードディスク、外付けハードディスクの 160GB のやつ買ったんだよ。160GB。これよりも全然少ないよ。これのまあ、3分の1ぐらいの容量。でも、なんだろう、本体サイズはこれぐらいだし、あとはまたこう、コードとか刺さなきゃいけないとか、いうね、そのめんどくさいなんかやったんだけども、ほんとこの、このペラペラのこの、ほら、これ厚み1ミリある？ 1 ミリあるかないかぐらいの厚みで、この大きさで 512GB。どこカメラ？ここ？ほら。え？カメラどこ？ここ？あ、ここか。こんなちっちゃい、ちょっとピンボケだけどね。はい。すごい技術になったもんですね。はい。それではね、早速スマートフォンの方に挿入していきたいと思います。はい。まずは、SIM カードスロットちゃんを、これ抜きましてね。抜きまして、はい。よっこいしょ。ちょっと SIM が2枚入ってるからね。これはね、Zenfone Max はトリプル SIM スロットだからね。SIM カード、デュアル SIM、デュアルスタンバイで入れられる上に、さらに、これでいこうな。はい。ここ2スロットあるけどね。さらに別途ね、マイクロ SD カードを入れれるんだね。すごいね。今ね、僕がやってるのは iVideo の月間 900GB のね、プランをね、やってます。あ、月額2500円でね。超安でしょ？ 900GB だよ。900MB じゃないからね。900GB で2500円っていう月額プラン入っておりますけどね。あ、月額プランっていうかね、これ3年契約で借りたんですよ。もう。3年一期払いでね。はい。ここに刺して、ブスッとなと。はい。これで刺しました。はい。で、どうなるかというと、スマートフォンの方で、多分、カードを認識しなきゃいけないんだよね。初期は。マイクロ SD カードが入りましたよというところで、ポチッ。はい。ね、ここのまあストレージっていうところをまあタップして、ポチッ。はい。レクサーマイクロ SD カードをちゃんとまあ認識させます。ポチッと。はい。というわけで、なんと、今ね、495GB、はい、の SD カード、外部ストレージがね、確保することができました。はい。まあ一応ね、表示は 512GB なんだけど、まあ実際はそれよりも、17GB 少ない容量ですね。17GB って結構でかいよね。まあ 512GB からすると、まあちょっとまあパーセンテージとしてはまあ低いかもしれないけどもね。17GB も少ないのか。はい。まあね。はい。それでもまあこれでも途方もない容量が、この中に、入るということですね。はい。まあね、まあ今後、このね、Zenfone Max M2 をメインスマホとして、使うことができるようになりました。はい。この中にはね、OCN Mobile One の格安 SIM 音声通話プランが入ってます。SIM スロット1に。で、SIM スロット2に iVideo の、まあ、ソフトバンク系の SIM レンタルサービス。月額 900GB の、まあ、高速通信が、まあ、できるやつね。SIM が入ってる。そして 512GB のマイクロ SD でストレージをでかくしてるわけですよ。はい。もうこれでですね、なんていうの、バッテリーもね、Zenfone Max だから4000の電池が入ってるわけですね。バッテリーも大容量。これで、まあ、テザリングしながら、まあ、なんていうの、パソコンとか、Fire テレビとか、タブレットとか、まあ、その他の、まあ、機器ね、に、まあ、インターネット回線、やりつつね、今入れた、512GB のマイクロ SD カードによって動画も撮りまくってね、これからね、バンバン編集して、このね、YouTube とか、あとはバズビデオかな、あとはツイキャスライブとかね、まあ、こういったものをね、どんどん配信していきたいと思っております。はい。
ね、この、マイクロ SD カード、まあ、お値段安いんだけども、ちょっとね、信頼性の部分でね、今まで買おうかな、どうしようかなって、まあ、不安だったんだけども、まあ、その後ね、いろんなレビューをね、まあ、見てみると、まあ、割とね、品質は、よろしいみたいな感じですよ、ということで、まあ、今回この導入に踏み切りました。よくね、訳すもののマイクロ SD カード、まあ、その大容量の表示があるんだけど、なんかね、途中でデータがクラッシュしたり、で、そのね、この書かれた容量全然到達しなかったりね、128ギガって書いてるけども、もう16ギガでね、もうデータがもう入らなくなったとかっていうのはね、よくある。もう表示上はね、データがでかいんだけど、実際入んないとかっていう、まあ、粗悪品もあるので、まあ、ちょっと購入を躊躇してたんだけども、一応まあ、並行輸入でありながら、このレクサーのね、マイクロ SD、なかなかね、まあ、使えるんじゃないのかなと思います。で、このね、使用感レビューはまあ、今後もやってみます。まあ、どんな風だったかなっていうのね。まあ、その安定して使えるのかなというところもね、引き続き、レポートしていきますので、もしよろしければね、まあ、チャンネル登録していただければと思います。はい。ということで、さとちゅんチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。